こんにちは。ビップのシュウです。今回もスマブラやっていこうかなと思います。いやもう私ね、ビップ常連と言っても過言ではないでしょう。ちょっと見てください。オッケー、カービィ。カービィ小さいんだよね。いや、新年一発目だね。もうビップの力よ、ビップの力。ちなみにね、これ動画外。動画外で3回やったんだよね。なんと、聞いてびっくり。参戦全敗ちょっと、VIP にまだ私早すぎんだよね。VIP 行ったけど、でも3回負けても VIP から落ちないさ。なんか VIP 行ったらさ、落ちづらいとかあんのかな。で、これ鉄砲ね、よく使ってた方がいいよって言われる。あ、で、前コメントでもらったのが、もっとつかみ技した方がいいよって言われたんだけど、なんかあんまりね、つかみ技私難しくて、慣れてないんだよね。なんか掴むとさ、あれじゃない?弱点みたいな。隙が出ない?いや、でもこう、うまいね。こうやって掴んできたよね、私も。でカービィはぶっ飛びやすそうだからね。オッケーオッケーオッケー、今偶然ね。いやでもね、これいずれウルフ以外も使ってきたよね。確かね、今月1月にパックンフラワーが新キャラで追加されるんだよ。だからそれもね、使ってきたい。くっそくっそ、いやちょっと一回つかみ試そうか。そうだね、やっぱ実戦でやった方がいい。うぅつかみます。配って、こういうあからさまなつかみはバレる。つかみます。よし、いやこのコンボだよね。なんかつかみからのコンボもあるみたいだね。私見たわ。いやでも、あんま慣れないことしない方がいいかもしんない。やっぱ実戦で慣れるのが一番って言うからね。やばいあ、こういう時だよね。あ、でもああやってさ、後ろ行っちゃわない？いいよ。いい、ガード、しっかりガード固めよう。で、ここで、超攻撃。あー、やべえ、負けたくねえ。多分これ負けると VIP から落とされる。そろそろアディクション VIP から落とされるラインでしょう。当たる、OK です。ここも攻めていいよね。いい、攻めていいと思う。なんとか死守しました。そう、3回連続で負けたけど、新年一発目勝ちからスタートしたかったんで OK です。多分つかみっていうのが、相手が攻撃してきてその隙をこうやってつかむんだろうね。だからそれがね、なかなかできないんだよ。だやっぱ上手くなるためには絶対必要だよね。うわ、ドンキーじゃん。さあドンキーもこれ牽制してっていいんじゃないかな。いやでも早いな、足やぶねあ、今の時につかめばいいのか。つかみます。待って、つかみます。いやこれ別にふざけてるわけじゃないからね。やっぱ実戦でやった方が絶対いいと思う。いや今のところだね。ああいう時にしっかり掴んだ方がいいと思う。いやクソ、オッケー、こうだね。でこう蹴ります。いやオッケー、素敵。お、素敵。やっぱコンボに繋がりやすいみたいな聞いた掴み。蹴ります。うわー、互角か。当てよう。あ、でもドンキなんか赤くなってんね。やぶね、あぶね。ここ後ろ当てれば勝てる。いやー、2連勝かけていきます。もう私 VIP の最底辺 VIP よ。うわー、当たんねえか今の。当たんねえ。この後ろ蹴り、オーケーオーケーオーケー、ベロボファンタスティックオーケー。ここ、いやー、あっちの方早いのか。いやくそ、いやうう、いやこれこのドンキーには勝ちたい。多分同じぐらいのレベルでしょ、このドンキー。このドンキーもビップ最低編でしょやばい、こういうこと言うとよくない。うわ、うまい、ジャスガだって。ジャスガここ、いや当たんねえ。いやつかもつかも、こういうとこそつかむんだ。そうだそうだね、こういうとこそ使います。あっやりたいことをやられちまった。 OK、 使います。いいね。あのウルフの後ろ投げっていうのが結構飛ぶらしいんだよね。いいね、11勝ちてえな。いや非常に勝ちたい。勝ったら続けよう、負けたら今日の動画終わろう。やっぱこの鉄砲がマジ強くて、なんか一部にはずるいみたいな噂もあるんだけど、やっぱ使ってた方がいいと思うんだよね。いや、やめて。使います。で蹴ります。あ、でもなんか調子いいね。1回勝つと調子よくなるよね。なんかこれどんどんレート上がってくよね。今270ぐらいかな。なんかそのうち300とかいきそうな感じする。うわー強い、そのコンボは強い。あぶねえ、あぶねえ、やばい、これシューやばいっす。あぶねえ、あぶねえ、いやー、あーあーあ、当たれ、あ、やばい、落ち着け。あ、1回メンタルリセット、メンタルリズム第5、 OK、 当たれ、いやー当たれ、くそ当たれ、くおー。さあ2連勝。いやでゼルダ強いんだよね。ゼルダこれ鉄砲絶対跳ね返してくるよ。見ててよ、みんな跳ね返してくるから。お、跳ね返してこない。あの青いやつ、そう、これ鉄砲も跳ね返せんだよね。めちゃめちゃ便利。いやー、やばい、よっ。ここ慎重に行きたい、ここ慎重に行きたい。そう、これがマジ強い。おっ、そうそうそう、だからあんまりこれやんない方がいいね。今おしゃれ当てます。いやこれね、ウルフ手短いんだよね。短足、探偵だね、探偵。いいよ、当てます。いいね、しっかり当てていこう。いやーこれ来るな、危ねえよしよし、なんだかんだ勝ってるよね。
なんだかんだ、まあ、動画界で3連敗してるのはなしにしてんだけど、そう、これね、YouTube 上げてる人だとね、こう勝ったとこしか上げないみたいな人いるよね。私も今序盤走してんだけど、やばい、フィア、クアン、頼む。オッケー、ここでいかに稼げるみたいなとこ正直あるよね。まだいけるね、まだいける、掴みたいな、ここ掴みたい。うわー、それおしゃれだな。打ちます。で、ここは空中、いやー、やばい。そう、これね、蹴った後、ひどい、掴まれるのが結構厄介。うわー、うまい、うまい。いや、これ負けたら今日の動画終わりだな。うわ、くそ。そうだね、ああいうチャンスあるところで掴むのがいいのか。いや、今掴んでんだけどな、ボタンが出てね。ふっふっふっ、いや、やばい、一気に逆転。いや、そうだね、調子のよくない。おおおお、もう一回やらして。キングクルールってどうなんだろうね。面積がでかいんだよ。なんで攻撃当たりやすくて意外と得意。まあ、得意だけど勝てるかって言われたらまたそれは別の話になってくるんだけど、すごい面積でかいからさ、結構簡単に技とか当たるよね。さっきのなんだっけ、あいつプリンだっけ、違う、カービィか。あの子だとね、すげえ背ちっちゃいから当たりづらいんだけど、すげえ当たりやすくて割と好き。いいね、いいね。これやっぱさ、キャラのでっ、何それ、あ、これ腹割れんの、キングクルールって。今お腹めっちゃひび入ってなかった？そういう仕組みなのかな。なんか初めて見た、あんなことあるんだ。すごい。やって、ここ掴みたいね。ここでこそ掴んでいきたい。掴もう。いやー、こう掴むのさ、やっぱ待った方がいいのかな。で、これだね、オッケー。で、蹴ります。いや、でもさっきのゼルダのもったいなかったね。ちょっと一回そう、自滅っていうのなくしたいよね。そこがマジ課題。いやー、ここ当てたい。くっそ、生きてやがる。ここくっ、そう、たまにあれで勝ったと思って油断したり生きてることあるもんね。おい、何、カウンター、ここ蹴りたい。よし、空後。いや、同じ人。そう、これたまにあるんだよね、スマブラで同じ人戦うこと。結構割と天文学的数字とかなくて全然ある。なんか時間帯とかでもあると思う。朝とかかな、朝割と人いない時間とかだと結構なんか普通にあるみたいで。いや、でも勝ちたいね。さっきのがまぐれだった可能性も全然あるもんね。ここで勝って、やっぱそうだよ、日本選手しないと分かんないとかあるよね、正直。いいよ。うわ、このキングクルール当てます。こう弱攻撃だっけ、当てないんだ。いや、これやっぱさ、でもさ、ウルフ以外も使ってきたよね、正直。ウルフだけだとなんか純粋にもっと手持ちキャラを増やしたいっていうのもあるし、なんか見てるこうなんかバリエーションを増やしたいよね。いや、当たんね。これ鉄砲牽制します。やっぱ鉄砲強すぎんだよね、このゲーム。うわー、いや、でも全然チャンスある。レート的には私の方が上だった。多分この人まだ VIP じゃないと思うんだよね。あの、これさ、 VIP がみんな VIP と当たるわけじゃないのかな。あー、チャンス。うえ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 うぜえ。クソうぜえ。これ私もしなんか知ってる人とかにやられたら超うざいなと思う。ごめんなさい、反省します。いきます、当てます。すごいね、なんか同じ人と当たるって。多分これぐらいのあれ、同じ人しかいないのかな。なんかさ、今スマブラ結構発売したてじゃないですか。なんだけど発売してるからまだ、やばい、これ帰ってくんだ。人多いと思うんだよ。で、結構時間経つとやっぱり人って少なくなると思うんだよね。そうしたら同じ人と何回も当たることあんのかな。なんかありそうだよね。やばい、くっそ、やるね。いや、でもここ勝ちたいね。このパーセントを利用したい。 OK、 いいよ。重いんだよね、キングクルール。危ねえ、危ねえ。そう、カウンターうまく使ってくる人うまいよね。当たれ、 OK、 ナイス。で、ここ仕留めたいな。いや、これ上でいけるな。いや、違うな、今空後出したら生きてたな。ふっ、うわ、くっそ。いや、これ空後狙いに行こうか。いや、当たんないか。そう、あんまりやりすぎると読まれちゃうからね。よし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 、ここ当たりたいんだけどね。当たる、なんか違うんだよね。もうちょいうまくやりたいんだけど。いや、これやばいな、掴まれるな。いや、これワンチャン全然逆転のチャンスある。そう、スマブラ何があるか分かんないからね。ここよし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 、次ね、同じ人じゃなかったらそれで終わります。勝っても負けてもそれで終わり。ただ同じ人もしかしたらもう帰ってくるかもしれない。そしたら、いや、デデデか。デデデもあんまいないかもしれない。いや、デデデも割と遠距離タイプなんだよね。そう、これ、このなんだっけ、ゴンゾーみたいなやつ、これやらしいよね。いい、やばって落ち着こう。うわ、そう、これがマジで厄介。いや、これ全然格上だな、多分。うわ、やばい、強い強い。いや、待って、全然強い、全然強い。いいよ、
ここつかみて、こここそつかみのあれだよね。蹴ります、 OK で当てます。で、つかもつかもつかも、 OK いいね、つかみがなんか最初の頃よりできてる気がする。 OK 当てます、よーしよしよし、ここ狙いたい。ふっ、いやでもこの人格上だな、ちょっと油断すると全然持ってかれる。やべえ、カッコつけた、危ねえそう、私たまにカッコつけるからね。 OK、 いやこれつかみたいな、この子隙があるかな。打ちます、ちょっと待ってね。いやーうまい、それ強いね、ゴンゾー。いや待って、これ 1% でもダメージ与えられないとマジやばい。 OK、 つかもう、いいよ。でここはつかみからのこの走りがいいみたいに聞いたんだよね。これやばいな、本当に全然負けるな。危ねえ危ねえ、で鉄砲で牽制しよう。やっぱ鉄砲の強さ強いよね。あ、これいいんじゃない。うわ当たんねえか、はい、うわうまい。ただあのゴンゾーがね普通に返せるんだよね、弾き返せる。いやでもやっぱピストル当たんなくなってきてね、このビップだと。やばい、いやもうちょいパーセンテージ稼ぎたい。いや何やってんの何やってんの、シュそう余計なことしないで。やばい、 OK ナイス、いいよ、距離取ります。いやーいや生きてるね、奇跡的に生きてる。空母、うわ当たんねえか。いや全然これあるな、パーセントージだと結構有利だけど。ガードここ、いやダメか、全然当たんねえや。いやーうまいね、あの下避けうまいよね。これいいんじゃない、ここ当てたい。いやダメだ、これ一回ガードします。ここ、いやダメか、やばいな。いや今日勝って終わりたいな、これマジで。勝っても負けてもラストにしよう。いいよ、ガード当たれ当たれ、でまだ帰ってくるよね、これは帰ってくる。やっか、逆に逆に、あ勝ちて、これ掴めば多分いけると思う。いや逆に、うわやられた。いやでもちょっと格上だったかもしんないな。